26CWT 流弾砲とは、第1次世界大戦から第2次世界大戦にかけて、イギリス陸軍が使用した、中流弾砲である。26CWT とは、方針と褒美の合計重量が26、ロングハンドレッドウェイトであることを表している。1917年、ベルギーのイープルにて砲撃を行う6インチ26。 CWT 榴弾砲1940年4月、フランスに派遣されたイギリス軍の6インチ26、CWT 榴弾砲6インチ26、CWT 榴弾砲は、前任の BL6 インチ30、CWT 榴弾砲が、ドイツの15センチメートル SFH13 に、性能面で不利に立たされるなど旧式化。 一しく早急に更新する必要があることが判明したため、1915年1月に設計が開始され、同年7月30日には実弾砲撃試験が行われ年末近くに正式採用された。6インチ 26CWT 榴弾砲は液気圧式中体複座機を装備している。6インチ 26CWT 榴弾砲は火力と射程距離。 機動力のバランスが良かったため、イギリス陸軍やイギリス帝国に属するニュージーランド軍や南アフリカ連邦軍も各地の戦線でこれを運用した。戦艦機に車輪を木製スポーク式から空気入りゴムタイヤと鋼鉄製ホイールに換装し、自動車での牽引速度を向上させた。第二次世界大戦においてもノルウェーでの戦いや、 ベルギー・フランスでの戦い、北アフリカ戦線、極東でも、マレーの戦いやビルマの戦いなどで使用されたが、1942年から、BL5.5 インチ砲への更新が進められ、イギリス軍からは、第二次世界大戦終結時に退役した。また、6インチ 26CWT 榴弾砲は、戦艦機に、イタリア王国とオランダに輸出されており、イタリア陸軍では、 アバイス152、13の正式名称が与えられている。オランダの方は1940年のナチスドイツの侵攻においてドイツ軍を迎え撃ったが、オランダ降伏後はドイツ軍に接収された。イタリアの方もフランス降伏直前のフランスとの戦闘やエジプト侵攻、ギリシャ侵攻などに用いられ、1943年9月8日にイタリアが 連合国に無条件降伏した後はイタリアを占領したドイツ軍やイタリア社会共和国軍などが用いた。ドイツ軍は露角した6インチ 26CWT 榴弾砲に対して15、2cmSFH412、15、2cmSFH407、15、2cmSFH412 のコードネームを与えたが、 どれだけ実践で使用したかは不明。ありがとうございます。